どうも皆さんこんにちは、けっつんです。ということでアイスボーンやっていきたいと思うんですが、本日からねバイオハザードリメイク2とのコラボが始まったんですよ。ただね、こんなこと言うのもちょっとあれやねんけど、ぶっちゃけね微妙やった。個人的にウィッチャー3みたいな感じのコラボなんかなと思ってたんですが、とても拍子抜けしたというか、別にレオンとかが出てくるわけでもなく、バイオの世界のボスとかが出てくるわけでもなかった。あれ、今日の動画どうしようと思って、ちょっとね私被災してずっと暇やった時にむちゃむちゃこれやってたんですよ。だから被災前に出した最後の動画がマスターランクが70ちょいぐらいやったと思うんですけど、今ね私ね179になりましたむちゃむちゃやりまくって、でいろいろ装備が整ったので、今回ね俺のおすすめなね回復抜刀体験を紹介したいなと思うんです。ただこの動画正直アイスボーン持っていない人には何のこっちゃって感じだと思うんですよ。ゲーム持ってない人も見てくれてはるからね。だからそれはほんまに申し訳ない。お詫びとして NHK ぶっ壊しますで私あんまりモンハンの文化とかわかんないんですけど、大体多分モンハンやってる人たちって火力を求めに行くと思うんですよね。ぶっちゃけ俺ぐらいのそこそこタイムアタックとかしねえし、そこそこの火力が出て、で普通にモンスターが倒せればいいやっていう人たちにとって大事なのは、正直火力よりも死なないこと。ドラマルチとかするとき火力出すよりまず死ぬな、そっちの方が大事だと思うんですよね。で抜刀体験に関してはそんなに火力をゴリゴリ積んだところで、その抜刀体験の振り下ろし、1回のモンスターに対して3回か5回分ぐらいしか変わらないんですよね。で1分ぐらい縮まるかどうかぐらいなんですよ、タイムが。別に1分ぐらい俺どうでもいいので、それ縮めるぐらいだったら死なない方がいいかなっていう。であとやっぱり野良マルチとか言ったら、クエスト理解してくれなかったりとか、あと普通にね死んでしまう人多いじゃないですか。例えばこうやって調査クエストとかってさ、この報酬枠が5枠なやつとかさ、これすっごいレアじゃないですか。でも例えばこれ失敗条件で2回力尽きたら終わりとかあるやん。あと1回力尽きたら終わりとかあるじゃないですか。でこれ野良でやるのってかなりリスクがあったりすると思うんですよね。であとこういうのターゲットを討伐したらダメだから、これ捕獲クエなのにガンガン攻めて討伐しちゃう人とかねいると思うんですよ。時間もクエスト回数も無駄になるでしょ。無駄になるから最近ねなんかもう1人で狩るようになってきて、でその中でやっぱり一番大事なのは死なないことやっていうことを考え始めてたどり着いたのが、てかみんなたどり着いてると思うんですけど、回復カスタムの抜刀体験、これが一番安定する。野良マルチでもねこれがやっぱり一番安定するよ。やっぱり野良マルチだったら火力よりも死なないことが大事、マジで。で私の今の装備がこちらになります。匠がレベル4なのがちょっと惜しいかなとは思うんやけど、レベル4でもなんとかならんことはない、でこのね大鬼コンボっていうのを今使ってる。ちょっと前は、ラスボスの体験で抜刀体験とかやってたと思うんですけど、やっぱり無属性のやつって無撃手があってなんぼなんですよ。であとラスボスの体験は匠がレベル5が必須なので、ちょっと装飾品の枠が埋まりすぎて俺のやりたいスキル編成ができなくなったので、あれやめました。であれよりこっちの方がね強いと思う。で、この大鬼コンボっていうのは雷属性なので、例えばラージャンとかあとキリンとか雷属性に対して、その属性攻撃みたいなのがあんまり通りにくくなるんですが、抜刀体験だったらもう正直にあんま変わらん。でこの大鬼コンボは会心率強化と回復能力付与をつけているので、でこの大鬼コンボはもともとマイナス 15% 会心率だったんですけど、プラス 10% されてマイナス5でしょ。で、抜刀体験なので、抜刀術でプラス100されて、大体 95% 出ると。でそれが非怒り状態ね。挑戦者レベル5を積んでるので、挑戦者レベル5は、会心率がプラス 10%、 敵が怒ってる時に。でアイスボーンは大体ずっと敵が怒ってるので、これで実質 100% は確保できるとっていう感じです。で、装備をつけていないと挑戦はレベル5にはならないんですけど、この装備は永続的に発動し続けることができます。このね架空の装備っていうのがね本当におすすめで、野良マルチでもちらほら使っている人多いんですけど、これ何がいいかっていうと、これ使用時間が180秒あるんですよのにかかわらずリチャージが120秒しかないんですよね。でかつ、装飾品スロット4レベル4を2つ入れれるんですよ。これがねマジでいい。であとね架空の装備のおかげで結構上に乗ることが可能で、こっちは耐雷のスキル、これ何でもいいんですよ。耐熱でも何でもいいので、挑戦種レベル2を2つつけてる。でこっちから先に使う。でこっちが効果時間180秒でリチャージ210秒でしょ。でこれを使い切った後にこっちを使うと、180秒使うじゃないですか。そして使い終わったらこっちが180秒引いて残りリチャージ時間が30秒あるじゃないですか。ただこっち整備を入れてるんですよ。整備が再使用時間が 10% 減るなんですよね。でこれ2つつけてるので 20% 減るんですよ。だから、リチャージ時間なしです。リチャージ時間なしで両方を永遠と相違を切り替えることができるので、この挑戦者レベル5が常に発動しているという状態ですね。でこれ挑戦整備1個だけでも 10% 減らしたら、リチャージが9秒になるんですよ。9秒だけ挑戦が発動しない状態になる。だからこれはこれでいい。であと、体力回復量アップっていうのもレベル3積んでるんですよ。でさっき言った通りこの大鬼コンボに回復能力付与っていうのをつけてて、その効果がもうより顕著にアップするんです。で私フルチャージっていうのもレベル3つけてるじゃないですか。体力が最大の時に攻撃力が上がるっていうやつなんですよ。で抜刀体験ってもともと火だめしにくいくせに、回復カスタム体験プラス体力回復量アップレベル3がついてるので、もうほとんどね体力マックスを維持しやすいです。維持しやすいのでこのフルチャージっていうのも発動しやすい。だからね、もうバチクソ相性いいよ。やっぱり俺程度の中級者になってくると、新ため切り、やっぱ気持ちいいよ。気持ちいいけどね、外すとき多いんですよ。有効部位に。ダウン取っても有効部位になかなか当てにくかったりするので、それだったら抜刀体験のため1で800とか900ダメ入れる方が、安定するんじゃねえかなと思います。だから集中も外してます。あんまり必要ないかなって感じ。だからこの回復抜刀体験は、もうまず第一に死なない。死ににくい。野良マルチに迷惑をかけにくい。でかつむちゃむちゃ火力は出るわけではないけど、普通にそこそこ火力が出る。本当にね、かなり貢献しやすい装備だと私は思います。で装備なんですけども、やっぱり不動の装備とか天使の装備行きたいっていう人多いと思うんです。ただやっぱね、歴戦個体になってくると交流とかね、不動来たら割と中級者レベルだったら地雷率高くなるじゃないですか。死亡率高くなってしまうので、あんまりおすすめしないかなっていうのもありますし、抜刀体験なので転身もそんなにいらないですね。もうそもそもかわしやすいから、抜刀体験自体が。だから、耐水とか耐氷とかなんか、そこら辺の耐難とかと滑空の装備を僕はおすすめするかなっていう感じです。はい、ということで実戦の映像なんですけど、すいません、ちょっとこれ被災当時プレイステーションで撮ったので画質悪くて申し訳ないんですが、今これ353円のこれフルチャだけが発動してる状態。挑戦者は発動してない。でこれ挑戦者も発動して424頭で。これやばくない？十分でしょ。で全然被弾しにくいでしょ。で被弾したとしても、回復なので大丈夫で、これがため1で、これほら980入ってる。もうやばくないですか？十分やろ。でこれクラッチ苦労が430入って、ダダダダダで310入ってるやろ。だからもう800近く入ってんね。いや800超えてるな。800ちょいで、これ422とか入ってるね。もう強いで、これすごいよ。これが、1000入ってるね。で440入ってる。全然良くないですか？そこそこ火力出て、っていうかむっちゃ火力出てると思う。でこれが786で501で、これさ756と501で十分だと思うんですよね。新ため切り当てれる人はいいと思うんですけど、ああいうのね意外と当てにくかったりして、有効部位に入らんくて300でクソダメしか入らんかったとかね、あると思うから、それするぐらいやったら、抜刀ため1とあとため2あたりを入れるぐらいにして、確実に1200とか1300ぐらい合計で入れていくっていう方がまあいいんじゃないかなって思う。まあそれだったらね、そんなことやってたらうまくならねえよっていう人もいると思うんですけど、まあそもそもそんなにうまくならなくていいので、まあうまくなりたい人は練習すればいいし、俺みたいにそこそこうまくなって、余った時間別のゲームいろいろやりたいよっていう人はこんぐらいで十分だと思うから、まあそこら辺はそのモンハンを取り組むスタンスによると思う。俺なんか雑食ゲーマーだからね、いろんなゲームやりたいので、まあ、そこそこ上手くなればいいかなっていう感じ。まあ、FPS で言ったら、まあ、キルレ1超えてくればいいかなっていう。だから中級者にはおすすめです、このカスタムは。これが323今の。で、370十分やろ。全然よくない？こんぐらい入ればこれで死ににくい回復抜刀体験だからね。でこれが、450ほら最高にダメ入るやろ。これ1よ、普通の抜刀体験よ、やばくない？でこれが770、やっぱ条件が揃わんと900とかはなかなか出にくいけど。でキリンが、306十分やね。で、300なんだ今の45ぐらいで、ほら今みたいにさ滑空の相違のせいで今浮いちゃったでしょ。こういう無駄な時たまにあるから、滑空の相違つけた時慣れるまでは、どこに浮くところがあるのか理解するまで、ちょっとうざいかもしれん。でも慣れたらそれを使って乗ることもできるから、今249か、ほんとこんぐらいで全然いいよ。で279か今のちょっと見にくいな、すまん。でこれが861、フルチャと挑戦者が発動してる状態で、こうやってダメージ負ってるやろ。ダメージ負ってるけど、もう抜刀体験入れてしまえばすぐ回復して挑戦者また発動するようになるので、これでほら、回復したやろ、一発入れただけで。でまた挑戦者で、フルチャがまた発動してダメージが乗るっていう感じで376、やばくないこれ？いやほんと回復いらないよ本当に、347でこれ367ぐらいでまたダウン、もう永遠とやっていけるやろ。でこれが今861かで2発目も確実に当てて582ぐらい、これで十分。もう新ため切り、まあロマンだけど、もう確実に勝つなら安定して勝つ、あと野良に迷惑かけたくないで、逆に野良に迷惑もかけられたくないから1人でやりたいみたいな、十分でしょこれで。で滑空の装備とかも慣れてきたら、狙えるようになってくるので、また私は確率は良くないんですけど、こうやって狙って、確実に乗るみたいなのね、まあ、マルチだったらね1回ダウンさせるだけでだいぶ貢献度上がると思うからいいと思います。はい、ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。